パークール洞窟外観。メコン川沿いの巨大な絶壁をえぐったような洞窟。パークール洞窟は、ラオスのルアンプラバーン市街からメコン川を上流に、約2 5トル遡った、ウアン絶壁にある洞窟。パクオー洞窟とも表記する。洞窟内の仏像とメコン川洞窟際をオブから見る。メコン川の支流であるナムウーカは合流点付近にある。独自の景観を呈し、道内からは、 メコン川が見下ろせる。洞窟は、下側側に面し切り立った崖をくり抜いたような、タムティンとそこから徒歩15分くらい、上部のタムプンの2つからなる。タムティンの仏像群、約4000体が祀られる。タムティン内部には住民らが運び込んだ大小、新旧様々の約4000体の仏像が複雑な道内に、所狭しと置かれている。日本の500羅漢的な雰囲気である。 ほとんどの仏像は小さなものだが、その多くは風化で形も崩れ、材質のチープさもあり、決して歴史的、文化的価値のあるものばかりとは言えず、来場者の多くが観光客であることも手伝い、神聖な場所でありながら、同時に B 級スポット的雰囲気も漂わせている。タムプーンは横穴になっており、真っ暗な内部に仏像が点在し、懐中電灯が必要。 メッコン川もこの辺りまで遡ると、周囲の山々の織りなす景観が、中国の景林のような雰囲気を停止始める。洞窟へは通常、乗り合いの観光船を利用するが、通常、往路に、バーン・サーンハイの村へ立ち寄る。バーン・サーンハイは、壺作りと上流種、ラオラオ作りでも有名であり、死因などもできる。土産物店が立ち並ぶ。 村の奥には小さな村に似つかわしくない立派な寺がある。パークール洞窟行きのエンジンボートは毎日8時出発。料金、レートは2011年5月現在。2016年に1月現在は、2018年9月現在は、パクオウ洞窟パクオーケーブス。富山地鉄サービス株式会社。2018年4月22日閲覧。ABCDE。 地球の歩き方2016から2017範囲 XCHANGE-RATES.org アクティビティズインルングプロバング。ありがとうございます。